えー、こういマスタークラスです。えー、意識は人間には理解できない説があるということなんですね。これ、コリン・マギンという人が唱えてまして。まあ、彼は、あの、まあ、神秘主義者、神秘論者、えー、ミスティシャンと言われてるんですけど、ミステリアンか、ミステリアンと言われてるんですけど、えー、コーニティブ・クロージャーという説を唱えていまして、コーニティブ・クロージャーというのはですね、 えー、人事的に閉じてると、えー、原理的に人間には意識が理解できないんじゃないかという、えー、ことを、まあ、言っていて、それはあの論文で PDF で落とせる論文でもから言ってるし、おそらくですね、えー、コ,リコリン・マギン,ゲン、えー、イギリスの哲学者ですけど、コ,コリン・マギン,ン、えー、コニティブ・クロージャーってやると出てくると思います。で、その論文を読むと同時に、もう一人、ミステリアス・フレームだったかな。 えー、ミステリアスなフレーム、えー、炎という、確か、そういうタイトルの本も書いていて、その中でコミュニティブクロージー説を展開しているんですね。で、これは単にその、人間の認知には限界があるとか、えー、その、まあ、意識の性質として、その意識を生み出している脳自体には、えー、意識は、えー、理解できないっていう、まあ、そういうよくあるタイプの印象論とか素朴論ではなく、もうちょっと精緻な議論なんで。 えー、もし興味がある方はそのコリンマギンを、えー、読んでいただきたいんですけど、あのーまああのー、僕は興味深いと思いますただそのコリマキンの説を受け入れるわけではなくていや分かんないですよね何かせあの可能性があるかもしれないしそもそもその意識のは自分の意識を理解できないという言明ができること自体が不思議じゃないですか。 そもそもだから意識というものがあるというメタ認知がない状態っていうのもあるわけでそのおそらくえ人間以外の動物のかなりのところに広い範囲に意識は分布してるんだけどそのほとんどの動物は自分が意識を持ってるってこと気づいてないんだろうと思うんですねでそんな中でそのまず意識という問題があるってことに気づくとこれがまあ一つのステップだと思うんですけどさらにそのマギーが言うようにえ人間には意識が理解できないんだというような洞察をする理解できないのかもしれないという。 洞察をするっていうのは、もう一つ、メタ認知としてはステップが上がっていると思うんで、そういう意味においては、そういう議論が行えるってことは、おそらく通過点としてはいいんじゃないかなと思うんですね。それと同時にですね、その、えー、まあ、今日もナウポイスで質問されたんですけど、えっ、ー、と、そういうふうに思うと不安になるんじゃないかというような話をするんですけど、まあ、大義厳然という言葉を、僕、あのノート講アの中で使いました。えー、これは全の考案とか全の修行の中で。 すでにその大きな疑問をですね、厳選前,前にしているというような意味なんですけど、僕はまさにそのクオリアの問題に気づいて以来、大義厳然の状態で、つまり何気ない日常というのが、えー、非常に不思議なんですよね。それが僕は、あの、ドラッグだとか、意識の編成状態に対して比較的冷淡な理由で、えー、比較的っていうのはドラッグは僕は使わないですし、その意識の編成状態についてもそんなに、まあ、 あのレポート読みますけど関心がない、なぜかというと、日常の意識状態が十分に不思議だからですよね、ごく普通の、いわゆる変性してない状態っていうか、ごくて典型的な意識の状態がすでに不思議なんで、クオリアというものが。 だそれを大義厳然常にそういうミステリーがあるってことになるわけなんですが、えー、そういう人生ってそんな悪い人生ではないというか、いつもそういう基準があるわけですよね。だから、例えば、世間の中で賢いとか、これはすごいとか言われてることだって別に大したことじゃないっていうことがわかる。えー、つまり、そういうなんか非常に大きなミステリーが常にあるわけなんで、えー、その、 それに対してどうなのかという基準が生まれると。だ僕はですね、その、えー、コリマギンの言う、その、えー、まあ、コギニティブクロージャーですね、意識が、えー、人間には理解できないというような議論というのは、僕は重要な視点だと思うし、えー、そのことによって、その大義厳然というかですね、えー、その、それでもやっぱり飛ぶ。 えー、その、ひょっとしたら認知的くえー、に、閉鎖されていて、コグニティブクロージャーで意識は理解できるわけかもしれないけども、それでも問い続けるってことは僕はすごく、えー、素晴らしいことだと思うんですけど、一方でですね、やっぱりそういう態度を身につけることが、ある種の基準を作ってくれると思うんですね。えー、その、まあ、人間の生きていく中で様々なこと、芸術だとか科学だとか文化とかそういうことをジャッジするときに、じゃあそれはどれぐらい価値があるのかと。で、僕はその、 えー、コリマーキンーの言うコギニティブクロージャーに抵触するようなものが価値があるものだとして認識されてるんだと思いますあの僕の中ではそれがカルチャーリーセグニフィカントなものだと思うんですね、えー、それに抵触しない範囲でやってるのはエンタ単なるエンタメであるとエンタメだってもちろん深みはあるけれども、えー、そ,のそれを超える、えー、気配があるものがやっぱり価値があるものだとそういう意味においては僕は、えー、とこの意識は人間には理解できないというコギニティブクロージャーの説を、えー、意識しておくことは大義厳然につながるしまたそれは えー、いろんなものをジャッジする基準につながっていくんではないかなと思っています。ということで、えー、今日のクワイアマスタークラスでした。対厳善、意識のことをずっと意識してみましょう。